下関市立神田小学校は山口県下関市にあった公立小学校。同市内の神田小学校は2校存在した。詳細は以下に述べる。通常、同じ自治体内に同じ設立母体による同名の公立学校が複数存在することはない。しかし、下関市の場合、2005年2月13日に、 旧下関市と豊浦郡に四町が合併した際、本町地区の西神田町にある下関市立神田小学校と、江北町神田にある江北町立神田小学校が共に、下関市立に移管し、合併協議会等でも重複する名称の取り扱いについて特に議論されなかったことから、同じ名前の下関市立神田小学校が2校存在する事態になったのである。 両校を区別するときは、本町地区の方を神田小学校、または神田小学校、方北地区の方を神田小学校と呼び分けている。下関市立神田小学校は、山口県下関市西神田町にある公立、小学校。1955年4月に開校。JR 西日本下関駅北側に位置しており、市中心部の神田町、東神田町、 西神田町、新地町、伊崎町などを校区としていた。最も多い1962年には1546人が学ぶマンモス校でもあったが生徒数の減少が進み、2017年3月末をもって下関市立桜山小学校に統合された。校区の一部は下関市立高山小学校に編入された。下関市立神田小学校は、 山口県下関市放北町大技神田にあった、公立小学校。ありがとうございます。